コンチャー翔太です。それでは3回上がっていこうと思います。3回はこのジャングル系ね、人食い花地帯にイエローダイヤ、今回やるのはこのボワボワ作業員と人食い花地帯と白熊大ジャンプになります。迷いの廃墟、逃げろやパパグマ、ここもまたやばいステージですね。クラッシュよくやった。コモド兄弟まで敵になっていたとはな。だが調子に乗ってはいかんぞ。パワーストーンを全部集めねば地球は危ない。お前がやらねば地球は粉々なのだ。あれ？コルテックスが差し掛けたわけじゃないのか。わ、逃げろやパパグマ、懐かしいな。じゃあとりあえずまずカラーダイヤ欲しいな。とりあえずカラーダイヤないと、時間内にクリアすればスペシャルダイヤか。じゃあちょっと狙ってみましょうかね。それちょっとタイムアタックですけど、やってみようと思います。どんなぐらいなんやろ。ちょっと普通のダイヤは一旦諦めて、この下手くその私が時間内クリアってやつを狙ってみようと思います。おお、よく今いけたな。いや、もう一回やろう。もう一回やる前提で。あ、ここ確かなんかあったぞ。どうすかこれで。おお、くれた。やった。イエーイ。とりあえずイエローダイヤゲット。それではまあ普通にクリアと狙っていこうと思います。普通にクリアとなんだ、パース、あのダイヤか。ちょっとさっきの勢いはないですけど。なんかあの人食い花のところになんかワープあったような気するんよな。ちょっとそれ確認しよう。これ大丈夫かな。さっきむしろなんか奇跡的にいけた感あるもんな。わーやばい、やばいぞ。暖気がやばい、やばい。さっきの私帰ってこい。勢いでいけたよなここ。よっしゃよっしゃ。壊れんの待ってから行くか。おお、やった。結構残機が増えていい感じやわ。
た。残機が戻ってきた。で、人食い花怖いな。まあ、しゃあない、しゃあない。そうやそうや、この大ジャンプがあったな。そうや、ここなんかあったぞ絶対。ここでもないんか。あっことか行けへんもんな別に。なんか行けそうなところある。なんか水の上にある足場のどっかがワープエリアだったはずなんですよ。でも思い出せへんな、どこか。思い出せへんとか見たらわかるんやろ。ああ、怪しさしかないと思ったら。これで大丈夫？こことかどう？なんもないか。あぶね。終わった？よっしゃー。2簡単やぞ、これ。1に比べたら、ダイヤだけなら。タイムアタックはまた別の難しさがあるからな。てか今のイエローダイヤ取ったキルタイム採用してほしいよ。でちょっと申し訳ないんですけど、今回逃げろやパパグマちょっとやりたくって、ちょっと白クマ大ジャンプは後にして、ボワボワ作業員先にと逃げろやパパグマやっていこうと思います。あ、黄色ダイヤ手に入れるとちょうどいいやん。ああ、え、なんかちょっと深めか。おお、怖っ。またニトロはどうせ、まあでもマジか。まずい、まずいぞこれは。よしよしよし。うわー、パンツ。あ、マジか、最初からか。そうだね、スピンジャンプできへんって話やな。おお、これは残機がまた減っていくぞ。燃やされるところやった。燃やされてもうた。やばすぎるだろ声。まあ一個一個。おお、危ね。まずい、まずいよ。ここで待たなあかんのか、面倒やな。タイムアタックとかでも待たなあかんのかな。何種類か声ある、もしかして。あれ多分黄色じゃない、緑ボックス破壊した時に一緒に破壊されると思うんやけどな。何種類か声あるな多分。とりあえずあのチェックポイントを何としてでも踏むぞ。じゃあ、あ、これか。行ってみるか。これ行ったらダイヤ取れへんとかかな。逆かな。これ行かなダイヤ取れへんかな。ダイヤの原石。ダイヤの原石ってない？なんかトロフィーゲットしたけど。ああ、マジか。死んだと思ってぼーっとしてたわ。ああ、アクアク。
これ、あ、そういう感じか。2人もおんの。あん、しかもここ無限ビリビリやった。どっちにしろ、これゴールちゃん、あ、ちゃうわ。あ、じゃあ2つ取れんのか。あー、待って、これ奥なんかあった、もしかして。うおー、怖い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 、マジ。ちょっと戻れって。いいよ、行ったるよ。え、マジで無理やん、これ絶対死ぬよな。じゃあ諦めるか。箱なかったもんな、だって俺はこれありきなんやな、マジで。おい、何体でも湧いてくるパターンやな。じゃあ全部壊そうね。多分箱無理よな。どうしよう、どっちも行こう。こっち普通に先ありそうやな。こっちは、どっちもどっちやな。あ、マジか、またこっからか。左行ってみるか、とりあえず。あの緑があるってことは最後のはずや、行くとしても。という読みのもと、ほら、パワーストーンかけん。あ、マジで。でもいろいろ分かったけど、でもこれダイヤ取れんのかな。どっちにしろ頑張ったところで。超えれへんか。おお、残機増やしときたい。とりあえずじゃあこれをやって戻って、あの奥にアクアコったしな。で、パワーストーンゲットと。あー、で、やっぱ戻るしかないのか。これで戻ってきたと。やってくれ、頼む。あー、15箱か。ちょっと悔しいけど、まあまあいいか。特殊ダイヤゲットしたし。黄色コースには行くなってことやな。
おお、ホルテクスさんや。お兄ちゃん、ちゃかった。はい、じゃあちょっと今回ちょっとイレギュラーなんですけど、ちょっとパパグマやりたいんで、逃げろやパパグマやっていこうと思います。あ、これやこれ、秘密のルート。ヒントええな。これっすよ、これ。これで秘密のルート行けるはずや。怖っ。顔が必死やな。よう。ここか。行ってみる？ちょっと行ってみるか、じゃあ。あ、でも逃げ、あ、ちゃうわ。ここは普通にあれか。そのステージの中か。ここはシンプルに、じゃああれやな。やってもうた。シンプルにここ行かな、ダイヤ取れへんやつやん。待って、こいつを踏んで、こう、こう、よしよしよし。これで OK ね。リンゴ、今の私にはリンゴが必要である。壊すしかないもんな。パッと見ボーナスステージやけど全然ちゃうな。ちょ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 い、見えへん見えへん。チェックポイントある？マジか。やったー、残機。壊し、これこれずるいな。壊し忘れてまいそうになるわ。おお、びっくりした、びっくりした。ちょっと待って。よくよくよくいけたわ。そしてやばいな、画面寄ってきた。あいつ多分踏んだらいけるけど、いいや、アクアコーランシー触れやんようにしよう。え、ああ、お前らか。びっくりした。おお、コクやったぜ。お前がいれば100人力や。ちょっと待て待て、マジか。やばい、ゴリ要素まずいな。なるほどね。で、ファーストンと。ああ、よかったよかった。実質チェックポイントや。ランプ力が全然違うな、やっぱワンとは。安心感が違うわ。で、この2クロで終わり？まだ結構あるやん。
あ、てか普通にまだ続くんか。マジ？めっちゃ笑っとる。スライディングした後なんかハイハイになってまうよな。瞬時に離さなあかんねやろな。リンゴ回収しといてほしいよ。ですよね。ちょっとリンゴなんか取っとる場合じゃないな。え、ここ、いや、ちゃうか。そもそも僕が、私がスライディングでやってんのがミスってんのか。スピンで壊して、そうやな、スピンの方が偉い。しかも、いけてんの。こうや。まだあんのか。え？そんなんあったっけ？すげえな。おお。あ、やっぱあいつ壊してくれるやん。よしよし。じゃあ、ラスト4箱は彼の力を借りよう。怖っ。むず。あ、やっぱ壊せるやん。ほらほら、ほら壊せた壊せた。でもあんま壊す意味もないな。おお、終わりか。さあ。はい、じゃあ今回はここまでにして、次回は白熊大ジャンプと迷いの廃墟とボス戦やっていこうと思います。これからもガシマンティック2やっていくので、もしよければ見ていただけると嬉しいです。